マティアス・グリューネバルト、マティアス・グリューネバルト、マチアス・グラニバルト、1470、1475年頃から1528年8月31日は、16世紀に活動したドイツの画家、ドイツ絵画史上最も重要な作品の一つである、イーゼンハイム祭壇画の作者である、ドイツルネサンスの巨匠デューラーと同世代であるが、グリューネバルトの様式は、 ルネサンスとは、かなり遠く、系譜的には、ルネサンスというよりは、末期ゴシックの画家と位置づけるべきであろう。口述のように、グリューネバルトはこの画家の本名ではなく、後世の著述家が誤って名付けたものであるが、17世紀以来、この故障が定着しており、美術史の解説や、美術館の展示においても常に、グリューネバルトと故障されているため、本校でもこれに従う。 マテアス・グリューネ・バルトと呼ばれる、この画家の本名は、マティス・ゴート・ハルト・ナイト・ハルトだとされている。ただし、資料によっては、マティス・ゴート・ハルト・ニト・ハルトとするものもあり、ナイト・ハルトが本性だが、画家本人は、ゴート・ハルトを好んで使っていたという説もある。マテアス・グリューネ・バルトは17世紀の著述家が誤って、名付けたもので、これが誤りであることが証明されたのは20世紀に、 入ってからである。以後、21世紀に至るまでこの画家は、マテアス・グリューネバルトと呼称されている。グリューネバルトは、少年もはっきりしないが、活動歴から1470、1475年頃、ビュルツブルグの生まれと推定されている。制作年が判明する最初の作品は1503年の年季のある遺体であり、恥ずかしめられるキリスト、ミュンヘン。 アルテピナコテークもこの頃の制作とされる。彼の生涯については断片的な事実しか伝わらないが、1509年頃までにはマインツ大司教の宮廷画家となっていたことが知られる。この当時の西洋の芸術家には建築家を兼ねた者が多かったが、グリューネ・バルトもその一人で、1511年にはマインツ大司教地下のアシャフ・フェンブルク城の再建監督に任じられている。 グリューネバルトの代表作として知られるイーゼンハイム祭壇画は1511年1515 15年に制作された。同祭壇画の完成後はマインツ大司教アルブレヒト・フォンブランデンブルク在位1514から1545年に使えている。1522年頃、同司教の命で晴れへをもむき、美術建築顧問となるが、 そのわずか2年後の1524年には解食された。これは、その頃発生したドイツ農民戦争において、グリューネ・バルトがルター派に身を投じたためだと言われ、以後、グリューネ・バルトは二度と筆を取らなかったという。その後は、フランクフルト・アムマインで、製図工、薬の販売人などをして、生計を立て、1527年再び晴れに戻るが、翌1528年、晴れにおいて、 ペストで死去した。50歳代の半ばであった。グリューネバルトの辞籍はその本名と共に長い間、忘れ去られ、再評価されるようになるのは19世紀末頃からで、あり、本名が明らかになったのは、前述のように20世紀になってからである。グリューネバルトの代表作である、この祭壇画は、フランスとドイツの国境に位置するアルザス地方、現フランスのコルマールにある、 ウンターリンデン美術館に収蔵されているが、元はコルマールの南方2 0トルほどに位置するイーゼンハイムにあった。この作品は、イーゼンハイムの聖アントニウス会修道院付属のセリョウインの礼拝堂にあったものであり、修道会の守護聖人聖アントニウスの木造を安置する彩色木帳祭壇である。制作は1511年1515 15年頃。祭壇は、 扉の表裏に絵が描かれ、扉の奥には聖アントニウスの木像が安置されている。扉を閉じた状態の時は中央と左右のパネル、それにプレデッラ、祭壇下部の横に長い画面の四つ画面が見える。中央パネルは精算な描写で知られるキリスト卓形像である。聖アントニウス会修道院付属セリ院では平日にはこの画面が公開されていたので、これを平日面、 または、第一面という。観音開きの扉になっている、中央パネルを左右に開くと、キリストタ太を中心にした、別の絵画が現れる。この場面は、修道院で日曜日にのみ公開されたもので、日曜面、または、第二面という。この、日曜面の扉をさらに開くと、中央には、聖アントニウスの木像を安置した図紙あり、左右には別の絵画パネルが現れる。 この画面、第3面は、聖アントニウスの祭日のみに公開されたものである。以上の説明は、修道院に安置されていた時のオリジナルの状態を明かしたもので、ウンターリンデン美術館では展示の都合上、第1面、第2面、第3面を別個に展示している。第1面の中央パネルは十字架上のキリストの左右に、聖母、マリア、マグダラのマリア、首都、ヨハネ、 先霊者ヨハネなどを拝したもの。左パネルには聖セ,セバスティアヌス、右パネルには聖アントニウスの像を表し、プレデンラにはピエタを表す。聖セ,セバスティアヌスはペスト患者の守護神であり、聖アントニウスは聖アントニウスの人由来麦から発生する病気の患者の守護神である。第二面は中央パネルにキリスト降誕、左パネルに受胎告知、 右パネルに、キリストの復活を描く。第三面は左に、聖アントニウスの聖パウロを訪問右に、聖アントニウスの誘惑を描く。これらの絵に挟まれた中央は、聖者の彫像を安置する図紙になっており、中央に、聖アントニウスの座像、向かって、左に、聖アウグスティノスの立像、右に、聖ヒエロニムスの立像がある。これら図紙内の木像は、ニコラス・フォン・ハー・アーゲナウ。 1445頃から1538の作である。プレデッラには、キリストと十二使との彫像があるが、この部分は、作者が異なる。第一面の中央パネルに描かれた十字架上の、キリスト像は、キリストの肉体に理想化を施さない、生産で生々しい描写が特色である。十字架上のキリストの肉体は痩せを衰え、首を、がっくりとうなだれ。 普通に指先が引きつっている。この祭壇画は前日のように、聖アントニウス会修道院付属施療院にあったもので、この施療院は、聖アントニウスの日という病気の患者の救済を主要な任務としていた。聖アントニウスの日とは、医学的には、幕角中毒と呼ばれるもので、患者が自らの苦痛を十字架上のキリストの苦痛と感じ、救済を得るために、 このような生産な卓形像が描かれたと言われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。